こんばんは。選挙直前、桜を見る会を蒸し返そう。11日目です。今夜は小川淳也さんの質疑です。小川さんの質問は、桜を見る会で安倍事務所は2月に前夜祭を含むツアー参加者を募集し、その後に内閣府に推薦依頼をしているのではないかと質問。安倍さんはツアー参加者を募集前に桜を見る会招待者を決定していると、いわゆるご反論法で逃げようとします。今のようなご答弁は今後再々なさらない方がいいと改めて指摘をしておきます。よくわかりました。これご反論法ですね。総理がおっしゃってるのは旅行企画のアンケート、私が申し上げてるのは参加希望募集ですから、この電子的な記録を、まあ、当然提出しろというとセキュリティだなんだとおっしゃる。では確認してくれというと確認しないとおっしゃる。じゃあ記憶はどうかといえば、野党共同会派の小川淳也です。昭和27年から地域の功労者等への、まあ、ご慰労、これはそうなんです。ただ私も知らなかったんです。書かれているものをよく読んだりしますと、起源は明治に遡るんです。皇室主催、まさに鹿鳴館時代、この明治の元勲たちが外交施設をもてなし国際親善を図った。なぜか、不平等条約を改正したかったからであります。漢王会として続いてきた会が戦争で中止になり、そして敗戦後独立して再開したのが27年。おそらく当時の吉田茂首相も同じような心象風景だったんじゃないかと思います。この列強に認められたい、あるいは敗戦後の日本の復興を世界に対して示したい。したがって時の総理大臣が自らの後援会をもてなすということは会の趣旨から大幅に乖離しています。加えて過去中止になった事例はどういう事例か、総理ご存知ですか。まあ、急なご質問でございますので。民主党政権時代に東日本大震災で中止になったことはご存知かと思います。それから北朝鮮に対するミサイル対応での中止もありました。また遡りますと、まさにおじい様が苦労された安保闘争、この時もどうも中止になっているようです。そして阪神淡路大震災ですから、安保闘争、阪神淡路、東日本大震災、ミサイル対応、まさに国家を揺るがしかねないような危機において廃止されたわけです。中止されたわけです。それだけ大事な伝統ある栄えある行事だったんでしょう。しかし今回は総理の様々な動機の中で極めて、まあ、あえて申し上げますが、私的な事情でこの歴史ある事業を中止した、その責任は極めて大きいと思います。で、それについて今日は個別具体のこともいろいろ確認したいわけでありますが、昨日までの答弁、総理のご答弁の中でちょっと気になるご発言もありますので、ちょっとその点まず確認させてください。総理の事務所で毎年推薦者を整理して内閣府に推薦してますね。しかし実際の取りまとめは内閣府が行っているから、私は例えば公選法の強接待等を含めてこれに該当するんじゃないかという批判は当たらないという答弁を再三されてます。しかしちょっとお聞きしたいんですが、取りまとめをする内閣府の長は、責任者は誰ですか。まあ、内閣府のですね、長は内閣総理大臣たる私でありますが、しかし実際に私が事務を行っているわけではない。まさにそこが責任意識が希薄な答弁でありまして、それは総理大臣の所管事項、権限、予算の配分、すべてそれぞれ総理が直接やってるわけないじゃないですか。しかし最終責任は総理にあるんですよ。そのことを前提にすべてお答えいただかないから、私たちは納得できないわけです。総理が本当にことの本質を理解しておられるかということを疑問に思うわけであります。まあ、後ほどこの点、改めて議論したいと思いますし、それから重要な論点として、安倍後援会、安倍事務所で取りまとめた人は丸呑みだったんじゃないかと、希望者全員だったんじゃないかという論点もあります。こういう論点についてはまた追ってと思ってます。もう一つ、総理はあたかも、これまた自分の責任ではないかのように、ここまで招待者数が膨れ上がったことを、招待基準が曖昧で、結果として招待者数が膨らんだ。なんだか人事のようにおっしゃってると私は感じます。悪いのは招待基準じゃないでしょ。歴代内閣全部同じ招待基準でやってきたんですから。歴代内閣は全て自制してました。この招待基準を、悪いのはですよ、悪用した安倍政権じゃないですか。曖昧であることをいいことに、自らの後援会、支援者、わかりませんが、招待者数、参加者数を2倍に膨らませ、予算の使用額を5倍に膨らませた。それはまさに総理自身に責任があるわけです。結果として招待数が増えた。これも他人事のように聞こえますよ。
経過において意図を持って増やした人がいるんですよ。それが内閣総理大臣なんです。したがってこれ招待基準が曖昧で結果として招待者数が増加した、こういう責任逃れのような答弁では不十分だと思います。招待基準が曖昧であることをいいことに見境なく招待をし、結果として招待数を増やしてしまったというふうに答弁を修正されるべきだと思いますが、しかし招待基準が曖昧であったことは事実であります。例えば鳩山政権の時にもですね、鳩山当時の総理は総理の一日に出ておりますが、早い時間に来てですね、30分ぐらい地元の後援者と写真撮影をしているということが堂々と新聞の総理の一日に出ているじゃありませんか。でそれは事実なんですよ。でだからいいということでは全くなくてですね、そういうことも含めて反省しなければならないと、こういうことであります。それとですね、それと30分間ですね、それは写真撮影をしているわけでありました。私も写真撮影をしております。それ大体同じような時間であろうと、こう思っております。我が党の歴代の、この総理の時にも私は出席したことがありますが、当然地元の方々もたくさん来られています。それは私も知っております。官房副長官、あるいは幹事長をやっておりますから。ですから、それはですね、だから、それは許されるということではありません。しかし突然安倍政権でそうなったということではないということは申し上げておきたいとこう思うわけであります。つまり基準がですね、曖昧であったのは事実であります。でその事実を見ないとですね、正しい対応はできないのではないかとこう申し上げているところでございます。何度も申し上げますが、不規則発言は委員会運営の妨げになりますので、どうぞお止めください。では小川淳也君。委員長、私の質問時間を妨げないようにぜひお願いしたい。みんな静かにしてるじゃないですか。自民党席もご静粛に。68年過去65回開催しているうちの1回は民主党政権、これは私たちは真摯に受け止めなきゃいけないと思っています。しかしそのことと歴代政権がそうだったから許されるということであればですよ、ですよね、中止しなければいいんですよ。今年もやればいいんです。まさにそこに反省があるわけでしょ。そこを強調すべきであって、歴代がどうだったとか基準が曖昧だったということは総理大臣として強調するようなことじゃないと思いますよ。まさにその羽目を外し、タガを外したのは総理ご自身です。官房長官の時は1万人しか行ってないじゃないですか。総理大臣になって1万8000人になったんでしょ。それをもって歴代と比較すること自体が私おかしいと思いますよ。量が変わったことで質が変わったんですよ、この行事の。だからいろんな問題が噴出してる。だから公文書廃棄してるんでしょ、いろいろと。ということなんです。そういう前提で、今日はことさらに少し私が知りたいこと、あるいは国民の皆さんも知りたいと思っています。個別具体の質問事項、ご用意をして、昨日、総理にお答えをいただきたいということとお願いしましたので、個々の論点、あるいは事実関係について、率直なお答えをいただきたいと思います。まず安倍政権になって、大体毎年のように1000人単位で招待者数が増えていくんですが、一つ目のお尋ねです。この一つの要因と思われる桜を見る会の旅行企画、安倍事務所で取りまとめていますね。これは一体いつから。ご質問を事前にいただいておりませんので、お答えしかねるんですが、いずれにせよですね、資料等はもうすでに残っておりませんので、お答えはしかねるということでございます。またこれは私の事務所がですね、主催したものではないということは昨日答弁した通りでございます。今日はそういうやり取りがをぜひ回避したかったので、これ私昨日通告した内閣総理大臣安倍晋三君。少なくともですね、失礼しました、第一政権の時にはちょっとわからないんですが、第二政権以降は行っているということで、ありますが、それ以前については古い話で判然としていないということでございます。私どもがよく目にするいわゆる旅行企画の案内募集はよく手元にあるのは平成29年と31年なんです。ということは今の総理のご答弁だと、ごめんなさい、西暦でいうと2012年に政権交代してますから、翌13年、平成25年から総理は安倍事務所においてこうした、この類の旅行企画をしていたという理解で。私の事務所によればですね、ご指摘のツアーの主催企画は、旅行会社でありまして、それは分かってます。これは野党の皆さんもですね、通知本部でご確認をしていただき、この旅行代理店が、そう、また、ご質問に対して、この
ツアー会社がですね、そう答えているというふうに承知をしているところでございます。私の事務所はですね、希望する方に対して、旅行会社の紹介等を行っていたということでございますが、先ほども答弁をした通り、このような企画についてはですね、少なくとも第二次政権発足以降は行っているということでございますが、それ以前については古い話であり、判然としないということでございます。委員長、ということは、早ければ2013年、平成25年からやり始めたというふうに理解しました。で、次のお尋ねですが、それは総理の指示ですか、事務所からの提案だったんですか。これは私はそういう指示はしておりません。ということは、事務所が企画をし、しかし総理、相談は受けましたよね。私は指示もしておりませんし、こうしたことのいちいちについて、私、総理大臣としての仕事、忙しいですから、ものすごく、今日見てもですね、いただいてもそうですから、そういうことについては、相談には預かっていないということでございました。で、桜を見る会の前についてはですね、3月、例えば3月、2月というのは、この予算委員会等々で私は忙殺されているわけでございますし、総理大臣の仕事というのは、この予算委員会だけではございませんから、日々の職務がある外交もございますから、その中においてですね、こうした企画等々について、私がいちいち指示をしたり、相談をするということはない。総理大臣がお忙しいということは、もう本当に私どもの想像を絶する、想像に余るお仕事だと思うんですが、しかし、それにしても私どもの、議員事務所を振り返ってみてもですね、こうした大規模な行事を本人に相談せずに、事務所が勝手にやってるということは、ちょっと考えがたい、今のご答弁は。その感想は申し上げた上で、総理は答弁で、かつては取りまとめには一切関与してないと、接遇や挨拶はするが、取りまとめには一切関与してないとおっしゃいました。しかし、この事務所募集の旅行案内が出回ったことで、答弁を軌道修正された。事務所から相談を受け、招待者について意見を申し上げたこともあるというふうに軌道修正されました。その事務所からの相談とは具体的にどのような相談、そしてどのような意見を実際に申し上げたんですか。事務所が推薦するか否かを考えている方々についてですね、個別に聞かれることがあればですね、私自身の意見を伝えたこともあったわけでありまして、また私が把握した各界で活躍されている方々についても推薦するよう意見を伝えたこともあったと、こういうことで。そうすると個別の招待者に総理も直接間接関与してたという答弁と受け止めました。ちょっと規模感を教えてください。これは大体、これは事務所に確認、本当に総理にご答弁いただくのは恐縮なんですが、しかし他に聞く人いませんので、ぜひ事務所に確認いただいたことをご答弁いただきたいんですが、どのぐらい募集用意書を準備して、そしてどのようなルートで、つまり党議員団や自治会あるいは業界団体等を経由した手渡しのみなのか。一部報道によれば講演会でしょうかね、郵送で届いたっていう声も報道されてるんですね。で、大規模に郵送された可能性もあると思うんです。私どももさまざまな行事案内、講演会に大規模に郵送することよくあります。そういったことがなされたのか、この募集の規模感と募集ルートはどういうものだったのか、ちょっと事業の性格を理解するために教えていただきたいと思います。内閣総理大臣安倍晋三君。これはツアーについてですか、で桜を見る会そのものですか、ではなくて旅行企画。旅行企画についてはですね、まず私の事務所においてはですね、内閣官房からの依頼に基づいて、後援会の関係者を含めて地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方をですね、はじめ幅広く参加希望者を募り、推薦を行ってきたところでありますが、ご指摘のツアーについては、桜を見る会に参加を予定されている方に対して、私の事務所からアンケートをファックス等で送付したり、手渡ししたりしてですね、飛行機手配の希望や都内日程の希望等を確認したものであります。で、昨年桜を見る会前日の夕食会の参加者は約800人規模であり、山口から東京に来られた方も同様に800人であったということでございます。参加を予定している方に、アンケートを送る、それは理解できるんですが、そもそもその参加を予定している方を確定しなきゃいけないわけですよね。ですから、どのぐらいその募集用紙を用意して、どのようなルートで募ったのかという事実関係は、もう少し明らかにしていただきたいんですか。小川淳也君、質問の趣旨が、総理の、内閣総理大臣安倍晋三君。対象はそもそもですね、桜を見る会の参加者を対象にして、いるということでございますので、そもそも その段階で把握をしていて、その桜を見る会以外の方についてはですね、我々は把握をしていないわけでございまして、それを旅行者に、これは
まあ、伝えているということなんだと思います。おっしゃることは分かるんですが、そもそも誰が桜の会に参加するかを決めるにあたって総理事務所からの推薦があるはずなんです。でその推薦過程がどういうことで決まっていったのか、もしそのツアー参加者と推薦者が同一でないんであればですね、おそらくこれ日程からいくと2月の中旬に総理の事務所で取りまとめてますから、その後内閣府から招待状が行ってますから、ということはツアーの参加者を全て桜の会出席者として推薦したんじゃないかと私どもは考えているわけです。それを覆す材料があるんであれば、私の事務所においてですね、あの内閣官房からの依頼に基づきまして、後援会の関係者を含め、まあ、地域で活躍されているなど、桜を見る会への、まあ、参加にふさわしいと思われる方をはじめ、まあ、幅広く、参加希望者を募り、推薦を行ってきたところでありました。まあ、その過程においてですね、私自身も、事務所からの相談を受ければ推薦者についての意見を言うこともありましたが、事務所を通じた推薦以外は事務所を通じた推薦以外は行っていないということで、ございます。他方ですね、まあ、繰り返しになりますが、あの桜を見る会の招待者については、提出された推薦者について、最終的に内閣官房および内閣府において、取りまとめを行っているということで、ございます。今のご答弁はさっき指摘したとおりです。その内閣官房、内閣府の長は内閣総理大臣ですから、今のようなご答弁は今後再々なさらない方がいいと、改めて指摘をしておきます。で、ちょっと理解できません。ごめんなさい。私どもの理解は、このツアー募集参加者を募った2月に、そしてそれを取りまとめた。で、それを内閣府に推薦をし、3月に内閣府から招待状が行ったというふうに理解しています。今の総理のご答弁は、その前に、ツアーの募集をする前に、参加者が確定していたという趣旨の答弁になっています。それは事実と違うんではないかと思いますし、もし総理のおっしゃってる通りであれば、どういう形で桜の会参加者を確定させたのか、そこについての説明が別途必要だと思いますが。事務所からですね、まあ、内閣府からの依頼に基づいて事務所が推薦をするということであります。そして、桜を見る会の招待者については、提出された推薦者について、最終的に内閣官房及び内閣府において、取りまとめを行っているということで、あります。ちょっと総理、紙読まずに答えていただけませんか。シンプルな質問ですので、シンプルな質問。旅行企画に募集した人を推薦したんではないんですね。旅行企画は旅行企画として存在するわけでございますが、まずはその前にですね、その前に桜を見る会に参加をされた、桜を見る会について推薦をし、そしてそれを今申し上げましたように、桜を見る会の招待者について、提出された推薦者について、最終的に内閣官房及び内閣府において取りまとめを行っている。ちょっと報道されている事実とそれでは異なることになると思うんですが、そのコピーしていいことになってるんですよ、あの参加名簿って。ですから、推薦されてなくてもですね、コピーして提出されれば、最終的に招待状が来てるんです。それからいろいろと報道の中で実名で告白されている方いらっしゃいますが、総理の有力な後援者から送ろうかと、案内状送ろうかと言われて、あ、お願いしますと言うと来てるわけなんです。ということは、総理は推薦者が確定して、その方々に旅行案内を送ったというご説明ですが、それは事実と異なるんじゃないですか。広く募集した人そのまま推薦してんじゃないですか。まず、私の事務所においては、内閣官房からの依頼に基づきまして、後援会の関係者をはじめ、地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方をはじめ、幅広く参加希望者を募り、推薦を行ってきたところであります。ご指摘のツアーについては、桜を見る会に参加を予定されている方に対して、私の事務所からこれはコピーではなくて、アンケートをファックス等で送付したり、手渡しをしたりして、飛行機手配の希望や、都内日程の希望等を確認したものであります。小川淳也。よくわかりました、これ、ご飯論法ですね。総理がおっしゃってるのは旅行企画のアンケート、私が申し上げているのは参加希望募集。ですから、そもそも参加を希望を募る段階で、相当幅広くこのコピーを使ってくださいという用紙を使用することも含めて、参加者を募ったわけですね。それを取りまとめて、ですからそこはほとんどノーチェックなんだと思いますが、それを取りまとめて、そして参加するといった方に別途旅行企画を送ったという理解ですね。そういう理解ですね。内閣総理大臣安倍晋三君。ちょっとよくこの桜を見る会とですね、まあ、ツアーがございますので、私は今、この先ほどはツアー
についてのご質問だったので、ツアーについて、お答えをさせていただいているわけでございますが、まあ、しかし、その、まあ、ツアーに行かれる方、あの前提としてですね、まあ、桜を見る会のについて、この、まあ、内閣府から依頼を受けて、推薦を行うということで、ございます。まあ、その上において、まあ、ツアーのに参加される方がおられるかどうかということについて、先ほど、まあ、申し上げたような形でですね、通知をしていると。いうことを申し上げたところであります。ではお聞きすべきは、その広く参加者を募る段階でどの程度この紙を準備されて、どのようなルートで募られたんですか。ちょっと事実関係を教えて。この内閣総理大臣安倍晋三君、まあ、ツアーにかかる、桜を見る会の参加者、すいません、不規則発言はお慎みください。それは先ほど答弁した通りでございまして、これ、繰り返しになるわけで、まあ、ございますが、この桜を見る会につきましてはですね、このまず私の事務所においてはですね、内閣官房からの依頼に基づいて、まあ、後援会の関係者を含めて、まあ、地域で活躍されているなど、桜を見る会への参加にふさわしいと思われる方をはじめ、幅広く参加希望者を募り、まあ、推薦を行ってきたと、まあ、こういうことでございます。以上。小川淳也君、ちょっとルートも具体的に聞きたかったんです、希望感も聞きたかったんですが、お答えならないようなんで、あとで委員長、ここに書いてることは、きちんと書面で回答を求めたいと思いますので、ぜひその心積もりでお願いしたいと思います。もう一点、昭恵夫人との関係なんですが、昭恵夫人の推薦枠もあったという答弁はすでにあります、それから一部報道ですと、さまざまな趣味の会とか、あるいは名刺交換をしたら、それから数年にわたって招待状が届いたということであります。これはどういうルートなんですか。昭恵夫人が例えば外で名刺交換をされる、その名刺は夫人付きの職員を通して直接内閣府に行くんですか、それとも総理にあなたこれ招待してあげてもらえますかということで総理に直接手渡しが来るんですか、あるいは事務所経由ですか。まずですね、名刺交換すれば必ずですね招待状が行くということはありません。これはそういう誤解を招くのではないかということで、はっきりと申し上げておきたいと、このように思います。私の事務所においてですね、幅広く参加希望者を募る過程でですね、その際各会で活躍されている人を幅広く把握する観点から、まあ、妻の意見を聞くこともあったところでありまして、妻の意見を参考として事務所の担当者に私の意見を伝えたところであります。なお内閣官房への推薦は事務所を通じたもの以外は行っておらず、当該推薦プロセスに、まあ、例えば今例として挙げられた夫人付け、等の職員は一切携わってはいないということでございます。委員長、そうすると昭恵夫人ご夫人のお考えを総理が斟酌されたということだと思いますが、そこにも公私混同批判は起きますからね。過去の学校法人もそうでしたが、常にこの総理の公私混同疑惑には必ず夫人の影がちらつくんですよ。これビシッと言わなきゃダメだと思いますよ、総理。きちんと公私混同をするなと、区別しろと、きちんと言わなきゃいけないと思いますよ。それからもう一点お聞きしたいことがあります。これから名簿が本当に破棄されているのかどうか。今日まあ本当は私の担当は公文書の管理についてだったんですね。しかしまあ総理のご答弁や、あるいはこの間のやり取りで少し事実関係聞かなきゃと思って、こういう問いを一応させていただいてるんですが、名簿が本当に廃棄されているのかと、そしてそのルールは法律にのっとって適正に行われているのかどうか、これ今後極めて重要な論点です。これはこの桜を見る会に限りません。安倍政権における公文書の管理のずさんさは、もうあえて申し上げるほどでもないでしょう。皆さんご存知の通り。で、総理はこれ、よくその私の責任で海を出し切るとか、私の責任で全般的な見直しを行うとかおっしゃいますが、これそもそも眼鏡は総理自身ですからね。霞が関の職員がやたらめったら、無法地帯のように文書管理してるわけじゃないんですよ。また追ってこれは公文書についてお聞きするときに明らかにしていきたいと思いますが、総理や政権幹部の発言、あるいは無言のプレッシャーに霞が関の職員は必死に対応しようとして文書を捨て、改ざんを行いを続けているんですよ。ですからあえて言えば、海はひょっとしたら総理自身かもしれないということです。そういう前提でこの公文書の問題については考えなきゃいけない。これはちょっと追ってまた次回以降きちんと検証させていただきます。私一つ疑問がありまして、仮に本当に政府で、私は違法だと思いますが、文書を廃棄してるとしましょう。仮にしかし総理の事務所には今いろいろ問題になってますね。ジャパンライフの山口氏はどうなのか、反社会的勢力が入り込んだことはどういう経緯なのか、あるいは何人ぐらい推薦してるのか、
あるいは前年との重複はどうなのか、この辺を検証するために、仮に名簿を廃棄政府がしていても、安倍事務所にはあるはずだと思うんですが、その点、昨日ご確認お願いしておりますので、すでに廃棄しているという答弁も国会でちらほらお見受けしますが、改めて確認していただいたはずですので、その点ご答弁いただきたいと思います。事務所に確認をしたところですね、推薦者名簿はすでに廃棄をしている、それ以外にですね、桜を見る会の正体を確認できる名簿等は作成をしていないということでございます。ちょっとこのご飯論法を避けるために念入りにお尋ねしますが、仮に内閣府への推薦名簿を事務所も破棄したとします、仮に。しかし、私ども政治活動をするにあたって、当然、慎重に後援会名簿というのは管理しているわけですね。これはどなたもそうでしょう。そしてどの方がどの行事に参加をしてくださった、あるいはどの方にはどの案内を発送している、どういう返信があった、こういうことは名簿管理していくにあたって極めて基本的な事項なんです。政治活動する以上、したがって仮に推薦名簿を形の上で総理事務所で廃棄していても、おそらく総理の後援会名簿には国名に何年の桜の会案内者、何年の桜の会参加者ということが記録されているはずだと思います。その点、昨日確認をお願いしましたので、ただいま答弁をさせていただいた通りでございます。それは後援会名簿にも記録は残っていない、たどりようはないというご答弁ですか。先ほど答弁させていただいた通りでございまして、作成をして、作成したものについてですね、残っていないということでございます。作成した名簿を廃棄していることは、仮に仮定としておくことはもうすでにうなずいています。その上で、仮に廃棄していたとしても後援会名簿の本体に記録が残っているでしょうということの確認を。推薦者名簿はですね、これはもう同じ答弁なんですが、すでに廃棄をしており、それ以外にですね、先ほども答弁させていただいたんですが、桜を見る会の正体を確認できる名簿等は作成をしていないと、こういうことでございます。微妙にすれ違い答弁ですね。名簿の作成云々は聞いてません。記録が残り、履歴をたどることができるはずだというお尋ねです。これもここに書いてあることですから、今日の答弁で納得できないものについては、少なくとも本予算の審議に入るまでに、こういう基礎的な情報、それから昨日黒岩議員が要求したと思いますが、これも追ってきちんと議論させていただきたいと思いますが、この政府が名簿を廃棄したというこの教弁ですね、電子的な記録は必ず残ってるはずです、廃棄していれば。そしておかしなことに、この電子的な記録を、当然提出しろというとセキュリティだなんだとおっしゃる。では確認してくれというと確認しないとおっしゃる。じゃあ記憶はどうかといえば、5月の7日から9日だと曖昧なことをおっしゃる。極めて怪しい状況になっています。少なくともここに書いている具体的な質問事項と、そして今般のこの様々な公的事業の私物化疑惑、予算も膨れ上がってます。参加者にも様々な方が紛れ込んでいた可能性がある。名簿を復元して検証しないことには、委員長、これ以上の新たな審議展開を望むことができません。昨日、今日、衆議院における補正の審議ですが、新年度予算に入るにあたっては、最低限この名簿復元に関する、あるいは廃棄を証明する電子記録、いわゆるログと言われているもの、電子記録と、そして私が今日、あえてこれは書面でお示ししました。基本的事実関係です。これに関する事項については、きちんと文書で回答がある。その上で新たな審議を望みたいので、理事会で新年度予算の審議に入る前に、ログの提出と、この具体的な質問事項に対する回答を求める。これを前提として新年度予算の審議に入る。このことを委員長、ご協議いただきたいと思います。五国理事会で協議をいたします。委員長。小川淳也君。今日は、この個別事項をあえてこの大事なお時間、お預かりをして、そして総理ご自身がいらっしゃるこの限られた機会、で直接お尋ねをさせていただきました。分かったことと、しかし非常に曖昧にお茶を濁しておられることと、様々ありますので、これはしっかり今後も究明する必要があると思います。で、総理、もう一つ私が気になっている答弁、ご発言について釈明をいただきたいんですが、国会審議がこういう政策論議以外で、私は政策と密接に関わっていると思いますがね、政策論議以外のことに時間を費やされることが非常に国民に対して申し訳ないとおっしゃった。私どももそういう気持ちを持ってるんですよ。それは、自らに対する真摯な反省から本当におっしゃってるのか、それとも野党に対する当てつけ、当てこすりで皮肉でおっしゃってるのか、総理の真意を聞かせてください。当然ですね、これは私の頃から発した言葉でございまして、反省をしていると
ということでございまして、おそらく野党の皆さんには、それは全く思い当たる節はないんでしょうから、ぜひそのように私の信用を汲み取りいただければと、このように思います。一応、額面通り受け止めたいと思います。これはちょっと極端なことを申し上げますが、もし河井大臣が今も在任されていれば、死刑執行の判子を押すわけにいかないですよね。菅原大臣がもし今も在任されていれば、関連関連の金品贈与疑惑を調査する資格がありませんよね。法令違反の疑いがかかれば、まずそれを正して法令の執行なり改廃を議論するのが筋だと思います。その意味で総理には、これ総理がどの程度意識されているかなんで、あえて申し上げますが、今回のこの桜問題もある一つのことを極めて象徴してるんですよ。総理がいつの頃からかこの見境がつかなくなるということですね。公私混同。そして今回のことは衆議院議員安倍晋三が内閣総理大臣でなければ起きてません。内閣総理大臣安倍晋三が山口4区選出の衆議院議員でなければ起きてません。つまり取りまとめは別だとか推薦の責任はないということをよくおっしゃるんですが、これこのことの本質はやはり衆議院議員安倍晋三さんがですね、内閣総理大臣たるの地位を利用してるんですよ。地位を利用して、例えばこの行事に関して言えば、趣旨を歪ませて予算を支出した財政法違反の疑いがある。内閣総理大臣たるの地位を利用して予算を執行し、地元有権者に共謀接待をした公職選挙法違反の疑いがある。そして以上の収支を明るみにしなかった政治資金規正法違反の疑いがある。さらには次回ぜひこれは議論させていただきたいと思いますが、証拠隠滅のために様々公文書を廃棄させた公文書管理法違反の疑いがある。これはもはや総理の手によって自らの責任で全般的な見直しを行う、これ無理だと思います。一つお願いしたいんですが、総理、かつて不正統計あるいは森友の文書改ざん、そして文科省の天下り、ちゃんと第三者委員会を作って第三者の目で一連の経緯を総括しました。総理、この問題についても自らの手で第三者委員会を設置し、きちんとした真相究明を進める、このことをお願いしたいと思いますが、いかがですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。今、委員が挙げられたそれぞれのご指摘は、私は当たらないと思います。私が総理でなければ起こらなかったということでございますが、確かにですね、総理を続けているこの年数が長い中においてですね、人数が膨れ上がったのは事実であり、それは反省しなければいけないということでございますが、招待基準がそもそも甘かったということは、これは事実でありですね、これはいわば地元の方々、地元の方々がですね、数多くそれぞれ招待されていたのも、事実でございます。それはですね、それは厳然たる事実でありますから、それは申し上げて、だから、すみません、今井さん、もう質問されているんですから、やじはやめていただきたいと思います。つまり、それはですね、だからいいということを全く申し上げているのではないわけでありまして、招待基準はそもそもそういうものであったということに、やはり、この課題がありですね、それを踏まえて、これは見直しをすると、こういうことでございます。委員長、小川淳也君。最後にごめんなさい、今日会計検査委員長に来ていただきました。これは会計検査する必要あるでしょう。ちょっと簡潔にご答弁を。会計検査委員、会計検査委員長、森田裕二君。会計検査院といたしましては、これまで国会から検査要請が行われた場合には、要請を受託するかの検討を速やかに行い、受託した場合には、その検査に真摯に取り組んでまいりました。一方で、国会が検査要請を行うかどうかにつきましては、国会自身がお決めになる問題であり、会計検査院が申し上げる立場にはないと承知しております。委員長に衆議院予算委員会として、本件に関する会計検査の要請をしていただくようお願いをして、質問を終わります。